アキさんこんばんは。先日海外の移住を考えているということをお話しされていましたが、おすすめの国があればぜひ教えてください。僕はね、マルタ共和国かなと思ってます。そもそも日本って税金がめちゃくちゃ高いんですよね。めちゃくちゃ高いんです。で、これっていうのは例えばシンガポールとかだと、あと法人税がほぼかからなかったりとか、キャピタルゲイン税って言って、株を売ったりした時のお金ってもう多分ほぼ無税なんですよ。まあ、でも実際問題、日本って所得税はある程度の金額いくと 55% 以上かかりますし、法人税だって高いじゃないですか。まあでもそれは僕はね、もう仕方ない、この国で生まれたことは仕方ないんで、まあ、批判するつもりはないんですよね。はい、そもそも僕はもともとね、税金たくさん納めればいいっていう趣味思考を持ってました、実は。まあ最近は事件があってからもう本当に嫌々納めてますけどね。まあそれはどうでもいいんですけど。で、まあ岸田総裁がね、公約してますけど、でこれから、金融に関する所得を上げますっていうことで、これどうなるかっていうと、キャピタルゲイン税が増税されるわけですよ。だから皆さんがね、これから起業して会社を作って、会社を大きくして、会社を売って、いわゆるキャピタルゲインを掴んでもう一攫千金するぞって思ってももうできないんですよね。できないっていうか、少なくともこれまでもうそういう夢を叶えた人たちよりお金持ちになりにくくなります。なんでかっていうと税率が上がるからでね。起業っていうのはものすごく大変では正直割に合わないんですよ。普通にやっててもだっていろいろ叩かれるし、何があるか分かんないし、リスクも背負うし、社員の家族も背負う、たくさん背負うものありますよ。でもね、起業して何が目的かっていうと、最後のね、キャピタルゲインなんですよ。みんな会社を大きくして、その会社の株を売って何十億何百億ってゲットしようぜっていうのが目的なんですよね。だからね、みんな頑張って起業してるんですよ。僕もそうでした。でも今度金融所得課税を増税してキャピタルゲイン税も増税したら誰も起業しなくなっていくわけですよ。だからみんなも海外行くんじゃないですか。だから僕も多分海外行くと思いますね。本当に岸田総裁が、キャピタルゲイン課税、金融所得課税を上げるんだったらどんどん金持ちに逃げると思いますよ。これは僕も逃げると思います。だってそもそもこんなリスクでしかない日本で起業するメリットなくないですか。で、昔だったらいいんですよ。昔だったらいいんですよ。日本ってさ、日本グローバル社会じゃなかったらいいんですよ。日本で仕事しないといけない。やっぱりその世界の壁って厚かったですよ。今だってもうね、それこそズームが流行ってるようにね、リモートでどこの国にいても仕事できちゃうんですよ。だから日本に固執する必要ないんですよ。なんで総理は分かんない、総裁は分かんないんで、政治家は分かんないんで、でもなんでかっていうとね、別に国のことなんて正直考えてないんですよ。あの人たちが考えてることは僕はね、まあ分かんないですよ。話を聞いたわけじゃない。でも客観的に見たら選挙のことだけなんですよ。票が入ればいいんでしょって、票が入ればいいんでしょ。で、これを見てる方がね、そういう人たちじゃないと思ってるし、リテラシー高い人だと思うんですけど、大体日本の多くの人は貧困層なんですよね。所得格差がやっぱりある程度大きいですから。でね、じゃそういうね、お金がない人たちにとってどういうね、政策を取ったらね、支持されると思いますか。それは簡単ですよね。所得格差をなくそう、金持ちから金踏んだくってやろうぜって言ったら、貧民、国民、貧しい人から票がたくさん入るんですよ。だから、低所得者層に寄り添うような姿勢を見せるんですよね、政治家は。票が欲しいから。で、その結果どうなるかっていうと、富裕層はどっか行きます。富裕層はどっか行きます。お金持ちはどっか行きます。優秀な人は海外に行きます。日本の優秀なね、人材が海外に流出します。その結果日本の経済発展は妨げられて、日本の経済は成長しません。じゃあどうなると思いますか。誰が幸せきますか。いわゆる日本に取り残された低所得者、いわゆる貧乏な人がね、どんどん貧しくなるんですよ。貧乏な人が。でもね、これは貧乏人には気づかない。だって分かんないから、頭が良くないから、頭が悪い人には気づかないんですよ。結果自分に幸せくるって。でも分かんないで、金持ちはダメだ、金持ちを引きずり落とせ、金持ちの所得格差をなくそうって言い切るんだよ、貧乏人は。で、そうやって自分に幸せが来る。もう負のループですよ、僕からすると。だからね、早く海外にね、引っ越した方がいいんじゃないかなって思ってます。はい。で、そもそも、政策でね、富裕層に対して還元しようとか、富裕層に対して優遇しようっていうね、政策を取ったら絶対票入んないですから。絶対入んないですから。だから、この国は、このね、政治のやり方が続く限りは、絶対に、富裕層に優遇されるような政策は取らないです。どちらかというと、どんどん所得格差をなくそう。その結果、もう極端、突き詰めると、社会主義国家ができるんですよ。だってさ、考えてみてくださいよ。その金融所得課税が上がってさ、会社を大きくしてさ、リターンがなくなる。今までより旨味がなくなったらさ、どうします？起業なんてする人いないですよね。起業する人がいなくなったらどうします？この国で頑張ってお金持ちになろうって人が減りますよ。それって何ですか？社会主義なんですよ。みんな一緒。お金をとりあえずね、ある程度中途半端に頑張ってももらえる給料、もらえる、所得一緒、税金でたくさん取られる。だったら頑張んない方がよくないですか？僕はそう思いますよ。だから、なんとかしてほしい。じゃあ誰がなんとかするんだって話ですよ。誰も何とかする人がいないんじゃないですか。少なくとも富裕層が、政治をやって、実権をある程度持たない限りこの国は変わらないと思いますね。誰が政治やるんですか？僕は分かりません。ヘズマリュウですかね。ヘズマリュウとかでやってほしいぐらいで、じゃないとそれぐらいやんないと変わんないかもしれないですよ。下手したら本当に。まあちょっと極端かもしれないですけど。うん。だって何も変わんないもん、この国は。はい。